日本千葉県市川市ママ歌川広重、名所井戸百景、ママの公用種粉の社次は市ママは、千葉県市川市の町名。現行行政地名は、ママ1丁目からママ5丁目。郵便番号は272-0826。1889年以前の東葛飾郡、ママ村と同一の区域である。市川市北部に位置し、 河野台から連なる北部の台地と南部の低地からなる住宅地である。東は菅野、諏訪田、西は河野台、南は市川、新田、北は国部と接している。古くはママの入り江といって、この低地部分まで海が入り組んできていた。この入り江の後に、現在、ママ地区を東西に貫いてママ川が流れている。北部の台地と南部の低地との境にある斜面林の 緑は、矢切、河野台から繋がっており、定地の黒松と並んで、市川の象徴的な存在となっている。また、大正年間には、黒松の自然林を生かした、邸宅街が開発された。また、町域の南に、京成電鉄本線が通る。一丁目に、京成電鉄本線市川ママ駅、二丁目に、市川ママ郵便局、四丁目に、私立ママ小学校。 テコナレード、ママ山口法事、亀井がある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、ママニノニノニの地点で29万8千円、平方メートルとなっている。ママの継ぎ橋この区域に人が住み始めた歴史は古く、北部の大地上には、隣接する河野大地区にまたがる、大規模な弥生時代の観光集落の跡が確認されている。また、 地域内のママ山愚法寺敷地内には、前方公園墳の愚法寺古墳、円墳の跡と伝えられるママ山古墳が残る。かつては隣接する市川市高の台に、下宇作にグがあり、すぐ近くにまで入り江が迫り、サスの上の松の幹が美しい風光明媚な場所であったと伝えられている。ママの手粉の伝説は著名だが、その伝説と関連して、江戸時代には、 上田明成の特本、右月物語の中の一編、朝字が、宿がこの付近を舞台に描かれた。この物語の中に登場する、ママの継ぎ橋は再建されて、現在もある。継ぎ橋については、この橋を読んだ和歌が万葉集や直線和歌集に、いくつかあるほか、近代では、北原白集も、短歌を残している。明治後期からは、京橋、日本橋の大棚の別荘、 隠居所また、関東大震災後は、東京市近隣の高級住宅地として発展する。万葉集に登場するなど、ママの歴史は古く、また文学者にも好まれた土地で、戦後、隣接する関の及び八幡に居住した長い家風が、団長帝日常や小説、来訪者、追筆かつしかみ上げの中で、ママ近辺のことを描いている。さらに戦前、 各松弱が当地域のママの継橋端近くに住んだことがある。その後彼は隣接する諏訪田に今日移したが、この諏訪田の急遽がママ五丁目に移築され各松弱記念館として保存されている。1910年代の大正年間には高地整理が行われ、ママ山と諏訪田の間が切り開かれた。1928年頃には現在のママ五丁目、 亀井院の東側あたりに、朝日記根間、市川撮影所が建設され、映画制作が行われていた。1991年には、マンションを建設するため、前述のまま地域の斜面林が伐採されそうになったが、市民団体が4万人以上の署名を集めしに、要請し、市が買い上げた。また、1999年には、第一条にあった、大正時代の官僚政治家、 木内十四郎別手屋との開発計画が持ち上がった。この際は、市は、買い取りはせずに、開発業者が、自主的に斜面林部分を残すこととした。万葉集にはすでに登場し、崖線、土手の崩れ等の意味を持つ上大日本語、ママに由来する。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる、市川ママ駅、てこなジ人道、ありがとうございます。